事実上次の総理大臣を選ぶ自民党総裁選、次の日本のリーダーは誰になるのでしょうか。県内からは静岡1区選出の上川陽子外務大臣が立候補しています。先週木曜の告示以降、全国を飛び回っている9人の候補者たち、演説会や討論会は全国8カ所で開催されました。昨日東京秋葉原で行われた演説会では、未来のためにそして子どもたちのために私たちに新しい景色を皆さんと一緒に作っていきたい、日本の新しい風景を、日本初の女性総理として私に託してください。どうやって労働分配率を上げ人々の所得を増やしていくか、すべての人に安心安全、それを作るための政治を石破茂は全力で実現をいたします。今の物価高のしわ寄せが言っている低所得の方、年金生活の方、なかなか賃上げができない中小企業や小規模事業者の賃上げができる環境を作ります。総合的な国力を強くすることです。それは外交力であり、防衛力であり、経済力であり、技術力であり、情報力であり、さらには人材力です。今ならできます。今やらないと間に合わない。候補者たちの論戦を静岡県民はどう見ているのか、街で聞いてきました。まずは推している候補者について。上川さんです。判断力、決断力、そういったものがあるし、それから迂闊なことを言わないっていうかな、そういうところから僕は上川さんが一番いいと思ってます。上川さんもうあれかななんて思ったんだけど、まあ、そういうのかなって思うようになってます。まあ、若いっていうところとね、新しいあれを、ね、改革してもらいたい。5番フォークなんか面白いなと思ったんですけどね、石破さんかどうなんですかね、小泉さんなのか。今までなかなかあれじゃないですか、新しい改革みたいなのは進んでないもんですからなんか思い切ったことをやってほしい。地元の上川大臣を推す声も多かった中、これまでの戦いに辛口な意見も。上川さんかな、推してたんだけど、なんかちょっと政策聞いてても中身がちょっと薄いような気がして、意欲だけがなんか嫌ってるっていう感じがしちゃって。実務の能力は高いのかもしれませんけれども、ちょっとリーダーになってなんか引っ張っていくというのにはちょっと期待薄かなと。一方、気になる裏金問題、それぞれの候補者は言及を避ける傾向にあり、慎重な姿勢を見せていることについては。裏金の話っていうのはなんかどっかに聞いちゃったなとは、なんかその何ですか、気になる方が出てきてテレビに出てきてますけど、その話なかったなとは思うのと、まあだったらなったでそれで明確にしてくれればいいのかなと思いますけれども、結局詳しい説明というか、そういうものが今世間では多分知れ渡ってないっていうのがあります。もうちょっと対策というか、ちゃんとした明言をしてもらいたいなとは思います。そして新たな日本のリーダーに求めることは、経済と我々、まあ、高齢者にとってのやっぱり、いろんな福祉問題とかそういうのを重視していただけるとね、ありがたいですね。就活中なので、そのお給料に関してだとかの政策を、すごいホワイトな企業もあれば、やっぱりブラックなところもまだいくつかあると思うので、全体的に大丈夫になっていけばいいなって思ってます。やっぱり一つにやっぱ経済、他の国と比べてないになるとかじゃなくて、もうちょっときちんとした経済、安定した経済成長ができること、それから、2つ目は教育問題ですかね。あとは統計なんか見ると、子どもや若い人の自殺率が意外と高いですからね、希望の持てないような教育をしてたら、やっぱり国は滅びるような気がします。
自民党総裁選の投開票日は27日金曜日。残り1週間でどんな戦いが繰り広げられるのでしょうか。